マリアナ諸島、海洋島湖カスケード山脈、大陸火山湖アリューシャン湖、大陸火山湖と海洋島湖の両層火山湖とは、火山島や火山を含む山々の連鎖である。ある海洋プレートが別のプレートの下に沈み込み、マグマを生じる一連のプレートテクトニクスにより、形成されたものである。火山湖には、海洋湖と大陸湖の2種類がある。海洋湖の場合、 海洋近くが隣のプレート上にある別の海洋近くの下に沈み込むが大陸湖の場合は海洋近くが大陸近くの下に沈み込む。沈み込み体によっては大陸近くの下に沈み込むプレートの部分と隣の海洋近くの下に沈み込むプレートの部分の両層を見せることもある。海洋東湖の恒例とされてきたのが西太平洋のマリアナ諸島と 西大西洋の小アンティル諸島である。大陸火山湖の高齢は、北アメリカ大陸西部のカスケード山脈と、南アメリカ大陸西端のアンデス山脈である。両方の性質を備えた火山湖の高齢としては、北、太平洋にあるアリューシャン列島と、その延長にあるアラスカ半島のアリューシャン山脈からなるアリューシャン湖、千島列島とカムチャツカ半島南部からなる。 地島イコール、カムチャツカ湖がある。沈み込み帯では、沈み込むスラブから沸点が低い水蒸気屋に、酸化炭素が揮発して失われ、マントルの一部に化学反応を誘発し、低密度の軽くアルカリマグマが酸性し、これが浮揚して、上側プレートのリソスフェア内に貫入するらしい。沈み込みいとこれに並行する、火山体の関係は、これにより説明される。 東湖の沈み込み側には狭く深い海溝がある。ここは沈み込むプレートと乗り上げるプレートの表面上の境界線に沿って見られる。海溝の成因は比較的密度が大きい方のプレートが重力に引っ張られるためである。地震はこの東湖の地下深くにある沈み込み境界に沿った一帯を震源としてたびたび発生する。 この地震観測から和立ベニオ二重が確認、定義された。プレートの沈み込みにより縮小される解凡は、レムナントオーシャンと呼ばれるが、これはいずれ、作り山運動を伴う、プレート衝突により姿を消すと見られる。テチスカイなどはこの過程をたどって消滅したと、考えられる。ありがとうございます。